オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。このコーナーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介しております。今回のシリーズは今は亡きあの人へ伝えたい言葉です。今は亡きあの人へ伝えたい言葉プロジェクトは、人と人の温かいつながりや人の優しい心を多くの人に伝えていこうとの思いからスタートしました。全国から寄せられたたくさんのお手紙の中から毎日1話ずつご紹介していきます。本日ご紹介させていただくのは、兵庫県59歳男性のお手紙です。タイトルは後ろ髪。背景、正和兄ちゃんへ。私は先天性脳性小児麻痺の病を抱えてこの世に命を授かりました。しかし身の回りのことはほとんど自力ではできない体でしたので、手のかかる間の3歳から13歳までおばさんの家に預けられ、いとこと一緒に育ちました。兄ちゃんと呼んでいたいとこが自動車にはねられて亡くなった。とにかく信じられなかった。なぜなら県の郊外研究所に勤めていた正和兄ちゃんは何事にも慎重で用心深く、慎次郎君のような体の不自由な人たちが自動車を使うのは仕方ないが、排気ガスをばらまくようなものは一般人が使わんでもいいんだと口癖のように言い、自らは自動車免許証を習得しようとはしなかった。通勤は徒歩と公共交通機関を利用していたからだ。さらに温厚で冷静な勉強家で、暇さえあれば分厚い本を読み、机や棚は整頓されていた。また私の囲碁の相手をしてくれるときは必ず正座をしていた。そして絶対に待ったを許さず、手加減することなく真剣な目つきだった。私を本好きにしてくれて、体の不自由な私に生きがいの執筆の喜びを教え導いてくれたことは間違いないだろう。知らせを受けて家内の運転する車で駆けつけたが間に合わなかった。この時ばかりは30分の道のりが長く感じた。頭を布で覆われ、頬まで血がにじんでいた。その横には県知事さんからの栄誉をたたえた感謝状が立てかけられていた。大学院を卒業後、県庁に採用され来年退職を迎えることになっていた。その間に独学で博士号の称号を得たのだった。ただ唖然とするだけの私は泣くだけ泣き、我に返った途端はっと気がついた。お通夜も葬儀にも出たいけれど、学習会があったのだ。一年の積み重ねが水の泡になる。迷いながら新幹線に乗り込んだ。兄貴なら理解してくれると信じながらも、後ろ髪を引かれる思いだった。兄ちゃん許して。ケイグ。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただくことができます。またオフィスシオン寺尾俊一代表監修の漫画で丸分かり初めてのお葬式の本をプレゼントさせていただきます。そして皆様からの質問やご意見、ご感想も募集しています。本ご希望の方、またはご感想ご質問等は、住所氏名をお書きの上、メールでは info@nara.fm info@nara.fm、ファックスは 074219-0005
0742-24-8422、0742-24-8422、郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の新野町43番地、奈良 .fm オフィスシオンの係までお願いいたします。お問い合わせは奈良 .fm へ、電話0742-24-8415、 0742-24-8415 です。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。